立ったのはアリノクリスタル。あと 200m、 先頭はエトワールショット。残り 100m、 エトワールショット。厳しいか、ミツワンイーグル、河内シルキー追いすがります。ミツワンイーグル、ミツワンイーグル1着、2着にはどうやら河内シルキー、見事に勝ちました。ミツワンイーグル、エトワールショット敗れました。これは掲示板までです。寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のミスター東陣、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。あとは綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ミオノゴールド前に行きそうです。続いてハローキャット、タケデンファイター、そのうちに続いています。その外に大光ガルダ、スケールベーブ、そのうちに続いています。その外にコサイチブレベスト、その隣にオートリテスコ、その横にスイフトセイダイ、これに続くのが名勝アスペン、メジロダイヤモンド、後ろから成田ハヤブサ、そのうちに続いています。その後ろにフジノダンサー、ギオンアトラス、そのうちに続いています。並んで7番グレートホープ、しんがりからアウトラン成功、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。各馬大欅を通過、ここでオサイチブレベスト先頭に変わりました。タケデンファイターほとんど差がありません。大光ガルダ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。オサイチブレベスト先頭、差はほとんどありません。2番手はタケデンファイター、先頭を捉えるか、メジロダイヤモンド、いい足だ。ここから勝負をかけます。ここで先頭はスイフトセイダイ、スイフトセイダイ抜けた、タケデンファイター追いすがります。スイフトセイダイ、スイフトセイダイ1着、2着にはどうやらタケデンファイター、スイフトセイダイやりました。地方の意地が中央馬をねじ伏せました。